別大国道は国道10号の大分県別府市東別府と大分県大分市小石の間の約7キロメートルの区間の別名である。大分市と別府市を結ぶ一般道の幹線道路は他には一切ないため、九州で最も交通量の多い区間の一つである。路線全域が JR 日報本,本線と並走している。海沿いを走っているので、 ベップの景色が望める。毎年2月上旬に開催されるベップ分毎日、マラソンのコースとしても知られている。ベップ首都の境界近くの大分市高崎山下に他の、裏エル、高崎山自然動物園、大分マリーンパレス水族館といった観光地があり、休日はこれらへ向かう車で大混雑することも多い。2006年、6車線化に伴い、 広い歩道と自転車道が整備され、サイクリングやジョギングのコースとしてもよく使用されている。国道10号別大拡幅事業当時の、様子別大国道は1932年から継続的に整備されている。1972年には、交通量の増大に伴い、当時別大国道を走っていた、路面電車の大分交通別大線が廃止されて4、車線化が進み、 1978年に4車線への暫定拡幅が完成した。しかし、高崎山が海に迫り、日本本線が並走している、関係上、これ以上の拡幅は困難であり、夕方の混雑時には、大分市中心部、別府市中心部の所要時間が1時間以上、かかることも普通であった。1993年、渋滞緩和と交通安全確保などを図るために、 4車線だった別大国道の6車線化工事を開始。山側には拡幅できないため、海側を連続的に埋め立てることによって拡幅用地を確保し、2004年2月1日に他の裏小石間が拡幅された。国土交通省によれば、この拡幅により別府大分間の所要時間が半減したとされる。また、2005年2月6日には、 高崎山から他の裏まで共用を開始。残る東別府高崎山間のうち、東別府より700メートルと、高崎山より300メートルは2007年度までに完成した。残りの区間は、海岸部が急峻で深いため広報の検討に時間を要し、幹線道路の五岸では日本で初めてフレア五岸を採用して2006年度に着工された。このうち、 高崎山より300メートルについては2011年2月に共用され、全線の6車線化は2012年2月1日に完了した。東道路が沿岸沿いにあるため、津波などの大規模災害による普通時のバックアップとして、別大国道に並行しながらも高崎山の裏を通る東九州自動車道のほか、ほぼ同様のルートを取る大分県道51号、別府挟ま線が、 拡張整備されている。ありがとうございます。